ね、ここからはご覧のスポンサーの提供でお送りします。これ道じゃないんだ、都営住宅行っちゃうの、ね、普通の道になって、あなたが殺したんです、庭みたいになっていいね、殺してなんていますよ ね、 ね、都営住宅行っちゃうの、くれぐれも自分が刑事だってことは忘れない、君は犯人だ、ホンダの脇なんだ、刑事の眼差し、今夜8時、すいません、熱く語っております。ただまあそういった意味ではね、その熱く語れるというか伝説を見せてもらったという意味でありがたいですよね、九死に残る話ができるわけですよね。そうそうそう、これを本当のストーブリーグって言うんですよ。昔あのストーブに当たりながらそのシーズンを振り返って喋ったのをストーブリーグって言ったから、だからこれは本当にストーブリーグの最高のネタ、そうですね、何回21球と一緒ですね、何回でも喋れるという、はい、長嶋さんとか王さんとかね、あの何かありました、鏡さんとか、ボールが止まって見えたとか聞きますけれども、はい、その活躍を吉田さん僕ら知らないですもん ね、 ね、実は、はい、うん、そういった意味ではマー君のこの無敗伝説とかっていうのは僕ら見てたよねっていうふうに言えるのかもしれませんけれども、さあそのマー君に注目していきたいと思うんですけれども、とにかく先ほども言いましたけれども、まあ、野村さんが言いました、マー君神の式は星野さんもこんなこと言ってるんですね、日常に考えられないアンビリバブルとおっしゃってましたけども、素晴らしい神の領域とそう言われても不思議ではない、神の領域どうやってたどり着いたのか見ていきたいと思います。はい、それでは見てまいりましょう。まさに神、まあ先ほど見てたんですけど、神といえば稲尾投手ですね。神様、仏様、稲尾様、シーズン42勝した投手です。見てないけど42勝何回投げたんだってさあ、そこには並んだのか並びそうなのか、マー君はどうやってその神になったのか見てまいりましょう。まず負けて神ということが、今年7月10日開幕12連勝中8組の勢いです。そのインタビューの時、その時のインタビューで、勝利と敗北、自分を成長させたのはどちらだと思いますかという質問に対して、間違いなく負けた方ですと答えました。はい、その負けた方、まず中学時代全国大会出場をかけた試合で敗北、負けたんです。で、ここからのエピソードは、このこちらのですね、まあ田中投手のことを書いた本に基づいて、ちょっと見てみましょう。2002年中学2年生の夏です。これ全国大会に出場できるかどうか、県大会の決勝です。で、場面は最終回2アウト3塁1点負けてる状態です。先生、はい、こういう状態ですね。まあ、いわゆる1打出れば逆転です。2アウトですから、打たなかったらそこで終わり、負けです。そんな状況、初球で迷いのある中途半端なスイングの挙句、ライトフライ試合負けます。全国大会出られない。そこで、まあ、田中投手は2年ですが、この大会の最後の3年生が全員男泣きで、その姿を見ていて、その田中投手が所属していた監督の監督の監督でしたが、先輩、3年生の先輩が涙を流す姿に強く感じるものがあった、責任のようなんですね。そしてその後の新チームではキャプテンを任せ、練習中から積極的にチームを引っ張っていくようになったと言ってますね。で、こういった経験を踏まえて、兵庫県から名門北海道の駒澤大学苫小牧高校へ進学します。で、田中投手が1年生2年生の時、夏の高校